はい、こんにちは。統計のお姉さん、里舞です。今日はロシアがウクライナに苦戦している理由を統計的に分析してみました。ロシア軍が10%の兵力を失ったが、まだまだ優勢です。っていうような発言が あったんですけれども軍事統計上はですね実はかなりやばい数字で撤退ラインギリギリかなっていうところまで実は来てます今日お話ししたいことは主に三点ありましてなぜロシア軍は兵力を10%しか失っていないのにやばい状況なのか二点目が元々の兵力で言えばロシアの方が圧倒的に有利なはずなんですけれどもなんでこんなに苦戦しているのかそして三点目がゼレンスキー大統領の戦略の意図 この3点について統計的に解説をしていきます。今日のお話は戦争だけじゃなくてビジネスであるとか恋愛とか就活とかそういった競争のある ような場面では結構有効に使えるような内容になっているのでぜひ最後まで動画をご覧くださいこのチャンネルでは確率統計を使って世の中の謎を解くリアル謎解きを体験していただく教育エンタメチャンネルです少しでも面白そうと思った方はぜひチャンネル登録をお願いしますそれで本題なんですけれども皆さん何かしらこう戦い系のゲームってやったことありますかねポケモンとか ドラクエとか、そういったゲームやったことがある方はイメージしやすいと思うんですけども、全滅したらゲームオーバーじゃないですか。戦争をゲームで捉えるのが不謹慎というのは重々承知してるんですが、まあイメージとして今お伝えしてます。全滅、まあ文字通りパーティーが全員死んでしまったらゲームオーバーになりますよね。ただそれはゲームの中の話で実際の戦争では全滅の定義がだいぶ違います。 ということでどうなったら戦争はゲームオーバー負けになるのかっていうところなんですけれども損耗率というものがあるんですけれどもこれはタイの何がやられてしまったのかを表すす数字になってますこの損耗率が30%というのが戦争軍事統計上での全滅の定義なんですね。 7割もタイが残ってるじゃんと思うかもしれないんですけども負傷した3割を残りの7割の兵士で負傷の手当てをしなければいけなかったりとか兵士も人間ですので戦意喪失し,してしまって逃亡したりとかするわけですよね。実質戦戦闘闘人数ががが激減して組織的に戦闘が行えなくなくる状態が30ですですので全員が死傷していなくても30%専門していれば事実上の全滅というふうに定義されています。 損耗率50ににななると壊滅になります100%で点滅または玉砕とか言われてるんですけども、まあ、この点滅とか玉砕の定義はちょっと出典が不明なところがありますまあ一応こういうふうな呼ばれ方をしています全滅の定義のお話をしたんですが日露戦争の時の統計を見てみますと8%から12%損耗して突撃が頓挫しているっていうようなデータが出てました限界損耗率っていうもうこれ以上戦えないよっていうような数字はですね の規模だったりとか攻撃側にいるのか防御側にいるのかによってもこう前後はします。 攻撃時の限界損耗率は10%、防御時は20%と出てます。現在ロシア軍は10%の損耗率っていうことなので、結構プーチン大統領はだいぶ焦っているんじゃないかなというふうに思います。なので実際報道されているロシア軍10%しかまだやられてないよっていうのは、軍事統計上はそんなことないよっていう話ですね。ただそもそもですね、ロシアっていうのは世界第2位の軍事大国で、 ウクライナっていうのは22位なんですよねなのでかなり大きな差があります軍事力では圧倒的に有利なはずのロシアがですねここまでなぜウクライナに苦戦しているのかっていうことをこれから説明していきますランチェスター数理モデルっていうものである程度説明できるかなと思ってますはい意味不明な言葉が出てきましたけど皆さんご安心くださいわかりやすく説明していきますこれはですねランチェスターさんというエンジニアの方が作った戦争における戦闘員の減少の度合いまあ、損耗率ですねを数理モデル化した ものになってます。本当は数式が結構ゴリゴリ出てくるんですけれども、ここでは難しい数式は使わずに説明していきます。ランチェスター法則が成り立つかどうかっていうのを伊予島の戦いを解析した研究者がいるんですが、わずかな誤差でこの法則が成り立つことを確認しています。この法則によると攻撃力は2つの数字で説明できますと。一つ目は兵力数ですね。でもう一つが武器の性能。まあこの兵力の ま数と兵力の質っていう感じです。これの掛け算が攻撃力になってますよという感じですね。武器の性能に違いがなければ、兵力の数によって攻撃力が決まってくるという感じです。説明を単純化するために、4人の軍隊と2人の軍隊がありました。これを戦わせたときに、 どのぐらいの攻撃力の差があるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ランチスターの法則っていうのはですね、まあ、一次法則と二次法則っていうのに分かれていまして、一次法則というのは原始的な槍とか剣で戦ったりするような時に使えるものなんですが、二次法則の場合はですね、まあ近代的なというか、まあ、銃とかミサイルとかそういったもので戦うのを想定して作られています。二次法則の方で説明をしていきます。4人の兵と2人の兵、兵力の数2倍ですよね。 なので単純に攻撃力は2倍になるかっていうとそうではないんですね実は。まず2人の兵がそれぞれ銃を持っていて4人の兵に向かって銃を撃ちましたと。その時に銃が命中する確率っていうのは 4人に対して2人なので、4分の2になります。一方、4人の兵が2人の兵に向かって銃を撃った時っていうのは、4人に対して2人なので、2分の4になります。当たる確率が2倍になるっていうことですね。ですので、攻撃力を比較する際は、この4分の2と2分の4で比較をします。そうするとここの差何倍になりますかね。 これを0.5と2に置いたとしたら4倍になりますよね。ですので、この4人の軍隊と2人の軍隊攻撃力の差は4倍あるというような検査になります。はい、ということで、ここの武器の性能が同じであるのであれば攻撃力は兵力の差の2乗になります。 はい、なんか二乗とか言われると難しく感じるかもしれないんですが大丈夫です。四人の軍隊と二人の軍隊、この差は二倍ですよね。でもその二倍というのが攻撃力の差になるわけではなくて、実際はこういった銃を使ったときにこのぐらいの殺傷確率があるのかっていうところを見るので、そうすると二分の一対二。 になりましてその差は4倍ということになりますこれをロシアとウクライナのケースで当てはめてみますとロシア軍というのは15万人投入されているっていう情報があったので推定の値にはなってしまうんですがとりあえず15万人と置いておきます。ウクライナの方もですねこの人数もちょっと情報がなかったんですけれども志願している義勇兵の数とかをいろいろ含めますと5万人ぐらいじゃないかなというところで5万人と一応置いています。正確な数は分かりません ウクライナとロシア、その差3倍ありますよね、兵力の数。実際はそこに武器の性能の違いとかが入ってくるんですが、これもわからないので、そこはちょっと一旦置いといて、同じだと仮定して計算しますと、えー、5万人と15万人なので、その差が3倍と。これを2乗するので、9倍になります。 つまり、ロシアとウクライナの攻撃力の差っていうのは9倍あるという感じですね。で、これを見てもすごく不思議ですよね。こんなに攻撃力の差があるのに、ロシアはウクライナに苦戦してる状況なんですけれども、それもですね、ある程度このランチェスター法則っていうもので説明できます。ランチェスター法則を戦いとかビジネスに応用したものがランチェスター戦略と言われるものなんですけれども、ランチェスター戦略では優勢軍の戦い方と劣勢軍の戦い方とで、 ちゃんと分けなさいよっていうことを示しています。優勢軍の戦いっていうのが強者の戦力と言われていて、劣勢軍の方は弱者の戦力と言われています。ロシアは優勢軍の戦いをしなさいよと、ウクライナは劣勢軍の戦いをしなさいよっていうことになります。まず相手との距離なんですけれども、優勢軍の場合は遠隔戦に持ち込みなさいよというふうに言われています。 一方、劣勢軍の方は、できるだけ接近戦に持っていった方が有利になりますよと言われています。次に地理ですね。戦う場所です。戦う場所でも有利になるかどうかというのが変わってきます。優勢軍の場合は、広域戦に持ち込みなさい。手晴らしのいい平地で戦う方が有利になりますよというふうに言われているんですが、劣勢軍の場合は、 そういう開けたところではなくて、山とか森とか、あるいは市街地とか、局地線の方が有利になります。最後、戦術、戦い方なんですけれども、優勢軍の場合は、確率を味方につけなさいと言われてます。で、一方、劣勢軍っていうのは、一気打ちに持ち込みなさいというふうに言われてます。確率線っていうのはどういうことかっていうと、先ほど説明したランチェスターの法則では、兵力数が多い方が、銃弾が敵に当たる確率っていうのが高くなるので、それを味方につけなさいよ、 というようよな意味ですねなので優勢軍っていうのは数をとにかく打ちなさいという感じですね。 逆に、劣勢軍というのは一気打ちの方が有利ですよというふうに言われてます。数の戦いでは優勢軍に確率的に負けてしまうっていうのが分かっているので、狙った人に一気打ちを仕掛けた方が有利になりますよというような話です。動画を撮っている3月21日の時点でですね、ロシア軍の将軍が5人あの亡くなっているんですが、将軍の数がおそらく20人とかそういった情報があったんですが、20人中すでに5人亡くなっているんですよね。おそらく一気打ちの戦いを していいるのかなという,ふうに思いますウクライナにですね 3km 離れたところからでもこう狙うちできるすご腕のスナイパーを雇ったという情報も入ってきてますのでウクライナ軍っていうのはこういうのをももしししかかたらあの上手に使っているのかもしれませんでロシア軍はですね夜期、まあ、になって兵士を補充しているわけですけれども紫外線が得意なシリアの兵士を雇っているわけです,ですけれども。 そもそもロシア軍っていうのはこの法則から言うと紫外線に持ち込まない方がいいということになります。またですね、すでに1割の兵力を失っている状態で兵士の戦意が喪失している状況ですし、シリアから雇った兵士というのはプーチンへの忠誠心ではなくて、とにかくお金がない、お金が欲しいからっていうような動機で、 この戦争に参加しているので、危険な状況になったら逃亡したりとか、そのまま亡命する方っていうのはかなり多いんじゃないかなと思います。一方、ゼレンスキー大統領はですね、毎日のように SNS に動画の投稿を行っておりまして、フォロワー数が2400万人になったりですとか、義勇兵がもう毎日のように世界各国からウクライナ入りをしていると、まあ、そういう情報が入っておりますので、ロシアにとってはかなり深刻な状況と言えるかなと思います。 はい。ということで、今回はなぜロシア軍は10%しか兵士を失っていないのにかなりやばい状況なのかっていうことだったりとか、もともとの兵力で言えば、ウクライナよりもロシアの方が圧倒的に有利なはずなのになぜ、 苦戦しているのか。ゼレンスキー大統領の戦略の意図について、統計的に解説をしてみました。今回の話は戦争の話だけではなくて、あなたのビジネスであるとか、恋愛の戦略だったりとか、就活の戦略だったりとか、そういったところにですね、このランチェスター戦略っていうのは活かせるかなというふうに思います。少しでも面白いなと思った方はグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。